どうも、エルザレットです。それでは、デスストランディングやっていきましょう。今回は、ノットシティに着いたので、K3 ですね。こちら着いたので、次のところを目指してやっていこうかなと思います。あ、結構メールも来るな。建物って変な発光体。なんか、進行度上がるとやっぱ、メールも変わる感じかな。一応前回きれいにはしておいたんで、いきますか。さあセットして、BB も相変わらず元気だね。投資をつけてあげるね。お、人類はどこへでも行ける。宇宙へもね。もう少し待ってくれ。これが終わったら行きたいところにどこへでも連れて行ってやる。まあ、誰の記憶か分かんないところもあるんだろうけどね。落とし物。そっか、前回落とし物納品しなかったんだ。スプレーもゲットと。これもね、上げていかないとね。さあ、リサイクル。これと、グレネード。ナンバー2も。あと1回っていうぐらいか。樹脂はリサイクルの方が良さそうな気がするが、これもリサイクルだね。もうカエルは一応数が決まってるみたいね。ほい、 OK。まあ場所によって違う感じか。300までは作れるという感じか。あとはよみこもってるから大丈夫だよね。ご提供いただきありがとう。違う、閉じてしまった。一応積んでるのはグレネードか攻撃ばっかしか。樹脂のリサイクルしてって感じだね。645と。ご提供いただきありがとうございました。
だ。じゃあ準備整ったんで行きますか。開始します。行ってらっしゃい。何気に5000か。まあそれなりにっていう感じか。でもだいぶ道はっていう感じだね。時雨か。あれ雨降らないって言ってなかったっけ。めっちゃ BT の反応がある。マジで？マジか、強制送還か。このタールみたいなのがね。あ、しかも全部荷物。取られてる。お、人？しかも BB 持ってたね。あれはヒックス。宇宙を満たす神の粒子。こいつはお前が運んできたのか。まだ壊れてないようだな。フラジャイルがいたね。ブリジット・ストランドは死んだ。ついに最後のアメリカ大統領は死んだ。なんで知ってるんだ。そうか、彼女を次の大統領に。しかしそれは違うな。彼女は政治向きじゃないだろう。心配するな。彼女は俺が見つける。俺が彼女を保護してやる。俺はデス・ストランディングの正体をつかんだ。だが、お前たちはまだ知らない。彼女は違う。俺たちのようなドゥームスとは違う。そう、あれこそがこの世界を滅亡させる絶滅体なのだ。おお。何か確信を得てるのかな。この手を人とつなぐことはできないが、俺はあの世とはつながっている。お前が架け橋なのではない。そう、俺こそがあの世とこの世界、彼女とをつなぐ架け橋だ。てるしね。こいつに食われろ。ここでボイドアウトが起きれば年ごと消えてなくなる。どうだ、そろそろ退屈してたんだろう。ずっとお前が欲しがっていたゲームオーバーだ。人差し指がもう忍者にしか見えない。さあ、アイテム戻ってきたね。聞いてくれ、サム。想定被害範囲を計測した。そこでボイドアウトを起こせば元のトシティを全て失うだろう。そうか、とりあえず人を追い回る。このトシティ圏内に侵入し住人に接触する可能性もある。このままではまずい。
ちょっと待った。そいつは必ず排除しなければならない。お、ダメージ入るね。でも足場が欲しい。さあどこ行った？これ。うい。どうぞ。ただ血液の残量が気になってそうです。さあどんどん投げろ、どんどん投げて。だよね、これはもう切れたよね。こっち。危ない、画面。より高いところに。これゲットの。ここはどうだ。意外と当たるんだ。いや、どんどん投げろ、どんどん投げろ。今までやられた恨み。飛び乗りの上がりの上がりの誰かアイテムくれた感じか。でもどこにいる。さあ、アイテム使った。血液袋欲しい。危ない危ない。さあ、どんどん上に登っていく。あっちにもあるな。肝心のボスが見当たらない。手、できるだけ。足場を取られないように行ってと。よし乗れた。どこ行った？これ登れるのかな？あ、登れない。あ、登れた。どこだ？あっちか。結構離れてるな。なんか勝手に来てくれそうな雰囲気も。するが、意外とボス来ないよね。お、行ってたら切ったな。いやね、高いところ。結構飲み込むのね。もういい、投げちまい。よしよし。さあ、BT を撃退。さあ、人類初の回ってこと。あ、めっちゃカエラル結晶落ちるじゃん。BT を撃退するっていつの間にか始まったんだね、クエストがね。さあ、3分で撃破。3分か、早かったな。 A ランク。何かが足りなかった。時間かな。もういいか。アイテム落としたのもでかいかな。なんてことだ。予想はしていたが、かつてなかったことだ。人類が BT を退けるなんて。やはり君の機関車としての能力のおかげなんだ。君の体液や血液は BT に接触してもボイドアウトを起こさない。
君のカーがビーチとの結び目から押し戻されるように、おそらく君の血は BT をあちら側に押し戻すように作用する。そうとしか考えられない。サム、君は私たちの希望だ。絶滅を回避できるかもしれない。サム、見事だった。さあ、西の果てでアメリも君を待っている。船の用意もできた。この先のレイクノットシティへ運ぶ荷物も積んだ。港に急いでくれ。はいはい。なんか勝手に荷物積まされてる。え、船に乗せてるだけか。いいんじゃ、いいんじゃ。この辺り回収してこう。まあ、後々ね、多分大量に使うことにもなりそうだからね。血液袋とかいろいろゲットしておいて。そうか、S ランクじゃなかったか、意外だったな。さあ、血液グレネードももう一回取っていくこうか。意外とこう荷物積んだ時のダッシュができないのももどかしいところではあるね。この辺り多分僕のっぽかったけど、危ない危ない危ない、魚につまずくところだった。こっちか。どんどん落ちていくね。あれはもう仕方ない。後にしよう。ここから登っていって。まあ、でも、さっきのヒックスっていうやつは何だったんだろうね。ちょっと気になるところではあるが。まあ、あとはいきなりボス戦っていうのもちょっと、びっくりだったな。サム、船に乗るの？依頼を受けている荷物は持っていくことができない。もしあればここに置いていくことになるわよ。大切な荷物を届け先からわざわざ遠ざけることになってしまうもの。乗るなら依頼の荷物はポートノットのプライベートボックスに入れる。もしあなたが船に乗る前に配送しておきたい荷物があるなら先に済ませておいて。お願いね。そう、でも今依頼は受けてないからね。よしよし。まあかなりのグレネードを積んでいくわけだけどね。まあボス倒したからで出ないでしょ一時は。食べる？よく無事だったな。私は壊れない。まだ壊れるわけにいかないの。あの男を見てただろ。ヒックス、分離過激派のリーダーよ。 BT を自ら操っていた。ええ、レベル7か、それ以上。あいつのこと詳しいんだ。元同業者、いえ、協業者として契約を。テロリストとも組むのか、ビジネスのために。以前はあんなじゃなかった。あんた、世界を救いたいのか壊したいのか、どっちなんだ。私も、私の組織も壊れたままじゃ嫌。あの船よ。おお、ちゃんと船あるんだね。フラジャイルエクスプレス。大丈夫、まだ現役よ。あと荷物は私たちだけ。
エピソード3、フラジャイルと。さあ、エピソード2、やっと終わりましたね。いやー、結構エピソード2長かった気がする。まあ、配送系なんで配達してる時間の方がね、長いんだけどね、寄り道多かったからね。いや、でも結構スムーズな方だとは思ったんだけどね。あ、でも意外と海の上安全なんだね。西に着くのは明日。言ったでしょ、サム。過去は捨てられないものよ。あなたに一つお願いがあるの。さっきのあの男、ヒックスは。寝てる。そんな疲れてたんだね。覚えている？過去の話か？そろそろ帰る時間よ、サム。あなたが教えてくれるまで知らなかった。私は生きているということ。一人でいるのは生きていても死んでいても同じだった。あったかい。帰りたくない。帰りたくないよ。ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。
帰り方忘れたの？途中まで一緒に行ってあげる。そうしたらあなたは一人で帰れるの。あったかい？あなたをビーチで待ってる。私を助けてね。二人でよく遊んだ。ここで君が連れてきてくれた。一人で来ることはできない。そうね、帰る体がある限りあなたはビーチに出入りはできない。君はビーチを通って西から戻れないのか？あなたがここまで繋いでくれないと戻れない。あなたをビーチで待ってる。私を助けて。結構途中途中アメリーは入ってくるね。まあ、ビーチから干渉して話をしてるって感じなんだろうけどね。まあこの辺りは今から徐々にというところだろうね。まあでもなんだろうね、よくわからないことも多いからね、これやっててね。フラジャイルも能力的に何なのか気になるところもあるしね。よく眠っていたわね。食べる？ようこそレイクノットシティへ。どうしたの？なんでもない。行きましょう。レイクノットシティ着きましたね。これも運んできた物資か。まあ物資も無事届けれたって感じだね。フォートノットで積み込んだ荷物、レイクノット宛てよ。忘れずに届けてね。配送センターはこの先よ。一部か。じゃあ私はやることがあるから先に行く。また会いましょう。まあでもこの船が使えるっていうのが分かっただけでもだいぶいいね。まあ実際ストーリー上使えるのか別として、やばくねえか。こうなったら、忘れずにって言われたもんな。背負う。まあこうなるよね。全部で70キロ。まあ70キロぐらいだったら特にねっていう感じではあるけど。お、これは何だろう。まあ特にって感じはするけど、
落とし物ありすぎだろ。いや意外と重いな。意外と取れん。取れない。うん、そうだね、取れないね。よし、さあ大量の荷物を持ったままなんとか取れたね。重量的には問題ないんだけど、どうしてもバランスがね。危ない。これで納品する前に終わってしまったら元も子もないかな。意外とこのしゃがみ歩きが安定感あっていい。さあ納品、まず落とし物を届け出たね。サム、ありがとう。同じブリッジズとしてあなたを誇りに思います。ありがとうサム。さあまずこれで一つ。ではまた。で、次は通常の納品と。これで全部かな。さあ、三ケースを納品。お疲れ様でした。船が来るのを見ていました。せっかく来ていただいて申し訳ありませんが、荷物は安全なものでしょうか。危険物は入っていませんね。外のセキュリティは通過していますが、荷物を確認します。まあそうだよね。この時にいけない、船が来てって考えると難しいよね。状態は素晴らしい。しばらく入手できなかったものです。まあこけなかったから破損はないだろうけど。さあ各施設でセラミックが使えるようになりましたと。おお、ね、使用できる素材の量が増えました。そのセラミックが何に使うかっていうところだよね、問題としては。疑ってすいません。そうだね。キューピッドを持っているんですね。やはり。どうぞお願いします。さあ、つなげますか。来たのね。さあレイクノットシティ K4 が加盟か。ダミー荷物グラウンドゼロ個。もう完全にメタルギアだよね、グラウンドゼロはね。カイラル通信がつながった。待ってました。これでキャピタルノットシティとも情報が共有できます。K2 か。 UCA 全体で協力すれば各都市のセキュリティも向上します。いずれ市民の不安も収まっていくことでしょう。第一次遠征隊として来た頃はまだ良かった。少なくともテロや都市外部からの接触に怯えることはありませんでした。この先もお気をつけて。どうかご無事で。ありがとうございました。
ラウンドゼロを超えたのね。おめでとう。そしてありがとう。でもこの先はさらに厳しくなる。私たちが訪れた時はこのエリアはまだ安定していた。レイクノット、ミドルノット、サウスノットの3つの都市はどれも A5、6か。そもそもこのエリアはフラジャイルエクスプレスの配送網と契約して都市をつないでいたの。でも1年前状況が一変、テロ行為が多発するようになった。最初はミドルノットが全滅、使われたのは旧世代の核兵器。しかも消滅破壊させられて、たくさんの犠牲者が出た。この先はブリッジズの施設だけで都市をつなぐことは難しい。UCA に加入する意思のない孤立主義者たちの手を借りるしかない。大変だけれど。ブレーパーズね。第一次陽性隊が訪れた時から状況は大きく変わっているようだ。ミドルノットシティの消滅によって計画を変更せざるを得なくなった。言うまでもないが、我々には新たな結び目を建設する余力も時間もない。代わりになるのはプレッパーズのシェルターだけだ。あたりのプレッパーズたちを使って地道にバイパスをつないでいくしかない。はぁ、主義者が多い。 UCA の加盟を簡単に承諾すると思うか。確かに我々 UCA への加盟は期待できないが、彼らは都市には所属せず民間配送業者のフラジャイルエクスプレスと契約している。なるほど、フラジャイルを利用するというわけか。そうだ、彼女も協力を申し出た。彼女の見返りは何だ。それはわからん。だがヒッグスの復讐心は本物だ。彼女の組織を崩壊させ全てを奪ったのはヒッグスだからな。憎しみや恨みは時が経とうと壊れない。ここから先は平坦な道のりではないが、前に進むしかない。まずは休んで準備を整えてくれ。そうか。まあ、ということでプライベートルームに行くと、まあボス戦からそのまま来たって感じだからね。ビーチ。これ私に。キープっていうの、昔の言葉で結び目だよ。数を数えるのにも使うんだ。友達ができたら結び目をつける。じゃあ私はサムと会うたびに結び目を増やしていくわ。ビーチには大切なもの、自分につながりがあるものしか持ってこられない。大切なものだよ、僕が作った。ありがとうサム。って考えると年齢が変わってないっていうのはちょっと気になるところだね。時間が溜まってるってことだもんね。あなたのボスに頼まれた。あ、フラジャイル。どうやってここに入った。あなたに届け物があるの。ここから先必要なものよ。私たちフラジャイルエクスプレスの ID。 私の血とカイラル結晶が編み込まれてるある種の絆。この辺りのプレッパーズのセキュリティはパスできる。ああ、普通ではいけないってことか。以前この辺りは私たちの独占配送エリアだった。でもヒックスにめちゃくちゃにされた。私も組織も
信用も、つながりも。それでヒックスに復讐を。君、一人で。一人じゃないわ。あの洞窟、ポートノットシティ、そしてここ。私はどうやって来られたと思う？ BT が徘徊する荒野をボイドアウトの危険を犯さず、私はここにいる。私はここよ。おー、瞬間移動できるね。ビーチを通って。人にはそれぞれビーチがある。私は自分のビーチを通って空間を移動できる。すごいね。違って BT を呼ぶことはできない。でもあいつを追える。ビーチまでもね。ただしビーチは人によって入り口が違う。通れるのは自分の意識の中のビーチだけ。多元宇宙論って聞いたことあるでしょ。大丈夫か。続けて何回も飛ぶのはきついの。血中のエネルギーを消費するから。エッジノットシティに行くんでしょ。テロリストの巣窟よ。あそこまで行けばヒッグスとの衝突は避けられない。いや、俺は運び屋だ。化け物やテロリスト退治は専門じゃない。私と組まない。私のこの力をあなたに貸す。生きる目的は違ってもつながることはできる。あなたを飛ばせる。私のビーチで。ただしカイラル濃度が高いところ、カイラル通信の稼働エリア内だけよ。その見返りはな。よく考えておいてほしい。これあなたの役に立つわ。必要になったら呼んで。これが繋いでくれる。傘か。いいね、ファストトラベル使えるのはいいね。さあ、ファストトラベル、フラジャイルジャンプと。ああ、荷物はプライベートボックスに置いていくと。なんかすっごいのが。これは？ああ、クルピト。クリプトピオ、ビオシス。血液補充ってところか。わざわざ噛みちぎるか、一回。ものすっごくまずそうに。お、取り方が違う。マジで。んじゃ、もう一匹いるからちょっともう一つ。あ、ってことはこれモンスターエナジーも変わるのかな、飲み方。さあ、取ったね。あ、一緒か。そうか、まあモーションが変わるのは面白いね。そんでもって、あ、そうそう、気になったのがこれ。あー、さっきのボスか。すげえな。ん？奥水があるが、まあほっとこう、ほっとこう。あとは気になったのが、この段ボールっぽいのが増えたんだよね。まあ、とりあえず、シャワーとか。
錆びといて、まあでもそうだね、今回は結構いい感じで話を進めたって感じかな。間違えた、分かった。うん、まあフラジャイルの機能も気になるし、そこ使ってみようかな、せっかくなんでね。さあ四角、いけるのはキャピタルノット、まあ最初のね K2 配送センター、そうだね、ここの配送センターからポートノット、でレイクノットは、あ、今レイクノットが今いるところか。はあ、これどうつながってんだろうね。この辺りさ、まだ行けてないところあるからさ、気になるところだね。単純にこう歩いてマップを整えたいなっていうのも正直あるね。おお、なるほど。まあ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 、今回ここまでとしましょう。そうだね、多分外に出たらムービーも始まりそうなんで、そこまで見て、次回は続きからという感じでしょうかな。さあ、ムービーは変わるのか。これもなんか見覚えのあるムービーだったね。お父さんっぽいのは間違いない。サム、レイクノットシティの配送端末にアクセスしてくれ。ほいほい。状況を整理しよう。目的はまずレイクノットからサウスノットまでのカイラル通信を稼働させることだ。うん、そのためにプレッパーズのシェルターを中継拠点として使う。それぞれのシェルターにはフラジャイルが根回しをしてくれているが、それも万全とは言えない。まあね、UCA 加盟を簡単に承諾するとは限らない。ただお互いに妥協点はあるはずだ。確実に荷物を届け彼らの希望を叶えれば道は開ける。そうすれば加盟に同意してくれるだろう。早速だが取り掛かろう。依頼を確認してみてくれ。まあとりあえずそうだね、投下交換じゃないけどそんな感じかな。さあとりあえずアイテムをリサイクルして、リサイクル OK と。さあアイテム増えた。カイラルが300っていうのもなんかなーっていうところで、ああそうか、1600持ってるけどっていうところね、簡単に言うとね。でこれでカイラルと交換ができると。このあたりもまた、まとめて交換できそうだね。プライベートボックス。どうしよっかな。血液グレードと袋は、一個ずつあればいい。EX は持っていこう。リペアも持って、袋めっちゃ手に入れたんだね。グレネードイ、グレネード。1個あれば本当十分なんだよね。さあ、どっちも。
OK。これは持っていこう。これも劣化レザーが入っていると。これは。プライベートボックスに入れて、でプライベートボックスからさっきのナンバーを持ってと。樹脂、これいらないね。これはうん、この辺りは変えてしまっていいね。持ってかなくていいなっていうのは正直あるから、この整理も考えるとキリがないんだろうけどね。さーて、リサイクル、これこれ、ほうほう、さあいい感じに。まあ満タン2食分にはいいか。さあ物資は納品できたと。ご提供いただきありがとうございました。いやー、だいぶ軽くなったね。うん、だいぶ軽やかになって、これはいい感じと。はい、ということで今回ここまでにしましょう。いやー、結構ムービーを見とボス戦だけっていう感じだったんですけど、まあそれはそれで良かったですね。という感じで、次回も同じような感じでストーリーを進めていきたいと思います。ということで、ここまでチャンネル登録ありがとう。チャンネル登録じゃないですね。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。また、テスストはちょっと、ライブ配信で企画をする予定もありますので、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。それではまた次回会いましょう。ほんじゃまた。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。